Downtown TV News。 すごいです、このスモーキーな空。一面がもうグレーで、すごい真っ白です。これはどうもアメリカからの火事で、その煙がですね、風に乗ってカナダのバンクーバーまで来ています。次の風景がいつもの景色です。いつもならこのように近所からダウンタウンが綺麗に見えます。あたり一面ですね、本当にそれこそ田舎で野焼きをやってるような匂いがします。田んぼだらけの岐阜県の田舎育ちの自分には心なしか懐かしさを思い出します。カナダとアメリカは国境が陸続きなので、そういうのもあると思います。はい、ダウンタウンに来ました。ダウンタウンでもこんな感じで一面がスモーキーです。ただの、雨が降る前の曇りとかじゃありません。スモーキーです。幸い多くの人がマスクをしているものの、今後一体いつまで続くのでしょうか。それではまた。